では浄土へと送って差し上げましょう。では浄土へと送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言ってだよ。証に話しかけるようなものだ。どうだやばっ、まだまだ貫く。おみみちゃん任せたよ。もう十分生きたでしょ。人の欲とはこうも醜く果てのないものなのか。みんなよろしくね。陰陽術を見せてやろう。では浄土へと送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。私に話しかけるようなものだ。貫く。まだまだどうだ。人の欲とはこうも醜く果てのないものなのか。ですがあなた方はとても幸運です。みんなよろしくね。陰陽術を見せてやろう。鋼さんお願い。小耳ちゃん任せたよ。鋼さん伊代ちゃんよろしく。それ浄土へと送って差し上げましょう。おね、人の欲とはこうも醜く果てのないものなのか。ですがあなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不思議庵剣心が正しい道へと導いて差し上げます。まだまだ槍の攻撃をうまくさばくのだ。まだまだもう十分生きたでしょ。ツバメハチナムみんなよろしくね。心して参りましょう。と送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。かかしに話しかけるようなね。人の欲望はこうも醜く果てのないものなのとかですが、あなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不思議庵剣心が正しい道へと導いて差し上げます。十分生きたでしょ。いけ！みんなよろしくね。心して参りましょう。では浄土へとお口差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。かかしに話しかけるようなものだ。貫く貫く。それまだやりますね。それ人の欲とはこうも醜く果てのないものなのか。あなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。この不思議庵剣心が正しい道へと導いて差し上げます。もう十分生きたでしょ。まだまだとやばっやっお願いしどうぞ。まだまだもう十分生きた。それそれ貫く。みんなよろしくね。心して参りましょう。浄土へとお送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。かかしに話しかけるようなものだ。貫く。まだまだ人の欲とはこうも醜く果てのないものなのか。ですがあなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。いました。みんなよろしくね。心して参りましょう。浄土へと送って差し上げましょう。お願いだから話を聞いてってば。相手をするなと言っただろう。証に話しかけるようなものだ。貫く。やっ人の欲とはこうも醜く果てのないものなのですが、あなた方はとても幸運です。この地獄の片隅で出会ったのも何かの縁。みんなよろしくね。心して参りましょう。